こんにちは。ご視聴ありがとうございます。東京マルイバイオハザードセンチネル9レオンモデルガスプローバックガスガンを紹介します。専用ハードガンケースや解説付き、定価は25,800円。ハードケースも凝ってますね。ロックを外してこちらが取っ手になっていると。2024年4月にホビーショップフロンティアさんで販売されていた中古の製品を紹介します。センチネル内の解説書と226の説明書、それにパーツリスト。内部はあまり変わりないけど外装はほぼ別みたいですね。なんか各部の説明とかね、他のモデルについてのカタログ的なものもあって面白いですね。全長は約24センチ、重量は828グラム、重量感感じます。マガジン相談数37発、373グラムと、この大きさにしては軽い方ですかね、はい、銃口はハイダーですかね、貫通してます。前にはストライクベゼル、はい、上から見るとシルバーのスライドが映えますね。ちゃんとサイトは黒黒でいい感じ。フロントサイト別パーツですが左右微調整は難しそう。四角くホワイトが結構大きいのが入ってます。リアサイトなんかタクティカルなかっこいいものになってます。ホワイトがこれ三角形のデザインで入ってますね。サイトピクチャー見ると、おお、ホワイトが目立ちますね。刻印見ると左側スライドにセンチネル9、右にフレーム ASGK 東京マルイの刻印。スライドの引き見るとちょっとここで遊びがあって、滑らかな動きですね。マガジンを抜いてスライドを引けばスライドが前進します。スライドストップもシルバーですね。軽い力でスライド前進できます。下部にアンダーレール、ライトをつけてみましょうか。いろいろついてるんでライト余計似合いますね、はい、トリガーガード、そしてトリガー。なんかトリガーはシングルアクション重視みたいですね。ストレートタイプ、ちょっと遊びがあり、ここで、あ、ハーフコックで止まるんだ。さらに引けば、はい、シングルアクション、ちょっと遊びがあり、ここで重くなり始めて、こう結構奥ですね。トリガー前から見ると結構フラットで幅広な感じがしますね。ダブルアクション、トリガープロは、はい、2163g で、シングルアクション725g でした。安全装置2箇所あって、スライドストップ反対から押してやれば、これここまでしかトリガー引けないですね、はい、でスライドストップを押してこれで撃てると。もう一個はデコッキングレバーで、ハンマーをコックした時にデコッキングレバーを押せば安全な状態までハンマーが戻せますと。マガジンキャッチボタンがちょっと大きくなっていて、グリップの一部もそれえぐられてますね。マガジンキャッチボタンを押すとマガジン自重で落下しますね。グリップ見ると左右非対称で、左側にはこのメダルがあって、ここがフラットになってたり、この指掛けの親指のかかる部分がちょっとレストがあったり、右側はそういったものがないですね。前の部分見ると若干ね、こう中指部分がえぐられてたり凝ってますね。グリップラバーコーティングされていて、まあベト付きとかないですね。背面がフラットになり、なんか競技用のものみたいですね。ビーバーテールも結構出てます。右手で握るとちょっとグリップオリジナルより大きめにはなってますね、はい、ストレートでしっかり握れる感じ。逆に左手だとこちらの部分がちょっと当たるので少し気になりますかね、はい、でここの親指のレストの部分も若干左手で握るとちょっとね感じます。
通常分解スライドをこちらの丸いところまで引いてスライドストップを回すと。違う。通常分解するにはまずスライドを引いてレバーを90度回します。あとはスライドが前に外れます。こうやって見るとスライドの溝のね、摩耗とかあんまりない感じですね。ホップアップは中立ぐらいですかね。こちらのスライド、まあ、こちらのハンマーが当たったり擦れたり部分はあんまり減ってないので割と状態良さそうですよね。ではコイルスプリングを前にやってこの引っかかりの部分を外してやればリコイルスプリングが外れます。あ、そうか、バレル抜くときにこのハイダーを一回外さないといけないですね。これもしかして14ミリ逆に近いけどどうかな。まあそうですね、バレルを外します。スライドは 95g でした。シルバーのスライドかっこいいですね。こんなところスプリングあったんですね。では戻します。スライドをスライドにバレルを入れると、組み立てます。スライドまずバレルを差し込むと、やっぱバレルが出てる関係上ちょっとなんか入れづらいですね。ストライクベゼル、これアルミかな、金属製かも。結構エッジが立ってます。次リコイルスプリング縮めといて前のこのロッドを入れまして、そしてバレル基部に刺すと。はい。でスライドを前から差し込んでレバーを戻して、これで OK。 うん、動き軽やか。ガス入れますね。ちょっと奥まってるけど、あ、大丈夫かな。この伸びた分ね、どれぐらいガスが入るのか。20グラムぐらいは入るのかな。吹き戻しがなかなかないね。はい、入りました。27.51g 入りました。弾入れますね。 0.2g のバイオ弾、いつもローダーで入れます。よいしょ。ちなみにマガジン何度かな、 19.5 度。エアガン競技 APS カップの的を 5m 9m 先に置きました。ほぼサイト通りですね。大体サイト通りだと思います。これ、ね、引き切りがね、やっぱりなんだろうな、奥の方なのでちょっと慣れる感じですか。慣れが必要かも。ちょっとホップ強めにかかってますね。うん、調子いいかも。スライドもストップもねバッチリかかりましたね。やっぱり、37発でしたっけ、打ち応えあっていいですね。ガスの消費量を計算すると1発あたり 0.16g でガス1チャージで171発打てる計算です。初速測りますね。マガジンは 21.5 度、 69.3。
69.3 68.7 68.7 68.8 69.1 68.7 68.5 68.1 67.9。これマガジン大きなせいか変化があまりないですね。次 0.25g でいきます。 64.1 64.8 64.6 64.7 64.4 64.1 64.1 64.1 63.8 63.6 でした。発射音いきます。 50cm 離して 94.7 真横は 109.8 銃口は 107.7dB でした。スティールチャレンジをラウンドアバウト打ちます。この手のねストライクベゼルがあるやつ、こう入れるときにこうそっと入れないと引っかかりやすいですね。それ以外はそうですね、ダブルアクションスタート思ったほど重いのを感じなかったですね。シングルアクションキレが良くていいなと思います。エアガン競技 APS カップのブルーズアイ打ちます。素点間違えたんでちょっと打ち直します。やっぱりねスティールチャレンジキレがいいって言ったけど、やっぱりちょっとね切れるところちょっと長いので、まあ最後ねちょっとここかなっていうのが分かるので大丈夫だったんですけど、やっぱりちょっとね切れちょっと長いかなっていう感じがします。あとフロントがね結構大きめなので、まあスピードシューティング寄りですかね、あのちっちゃいマットを打つよりもこう早く打つのに、あなんかとふうふうに振ってるかなっていう感じがしました。なんかスピードシューティングに寄っているって逃げを作った割にはちゃんとよく当たりましたね。かなりいい感じです。だってここら辺狙ってねちょっと落ちる感じになりました。素晴らしい。センチネル9懐かしいですね。これ出た時に確かレビューさせていただいたんですよね。いや今打っても本当ねいい感じですね。グリップとか特に気に入りました。トリガーストレートのやつもいいですね。以前にバイオハザードシリーズいっぱい紹介しています。ぜひ他もご覧ください。最後まで見ていただいてありがとうございました。